バドミントン女子学校対抗には21校が出場しました。注目は県総体11大会連続優勝がかかる柳井商工です。今年3月の全国高校選抜では大会3連覇、その勢いのままに順調に勝ち進みます。決勝の相手は桜ヶ丘、おととしと同じカードです。力強いスマッシュに緩急をつけたサーブ、終始柳井商工が圧倒し、インターハイ3連覇へ一歩を踏み出しました。今年のチームのテーマが粘り強くプレーをするというテーマなので、インターハイではチーム全員で粘り強くプレーして3種目完全制覇を目指して頑張りたいと思っています。